よいしょ、始まった、始まっとる。はい、三次郎です。今日はね、今日はねというか今回は、ハローワークいつ行くんやっちゅう、いつ行くか思案中、思案六方、いつ行くねん、思案六方の理由やね。ハローワークいつ行く、思案してるその理由ということで、その理由なんですが、もう早うに、5月末で退職で、離職票ともう一個何雇用保険被保険者証いうのを会社からもらう分なんですけど、それも早うに、3日ぐらい6月3日にもらってるんですね。で本来やったらもうそこハローワーク行くんですけど、なんで行ってへんのかっていうのは、なんでや。それはね、今回コロナで退職、コロナの影響で退職しとるんですね。ほんで。そのコロナの影響なんですけど、まあ、一応自己都合になってるんですよ。ほんでその何やら住宅確保給付金、住宅確保なんやら、住宅確保給付金の申請してますねんね。でその住宅確保給付金のはその収入の、なんちゅうの、上限が決まってまして、その上限を超えたらもらえないんですね。で、単身やったら何倍やったかいな。結構、これはコロナ関係ないんかな。結構、きつめのあれよ。8万4千円。8万4000円プラス家賃、この金額が、この金額以上戻ったらもらえませんね。その何やらいの住宅確保給付金のがね。だからそれも、まあ、申請しとるし、なんか日にちがかかるとかどうのこうの言ってまだまだね、約1ヶ月ぐらいかかると思うんですね。ほんでその失業保険、まあ自己都合なんでもらえるの3ヶ月後やから問題ないんですけど、その失業保険をもらったらその言うてる収入の限度を超えてまうんでね、それちょっとね、まあその期間的には問題ないんですけど、万が一この何やら住宅確保給付金がすんなりいけへんかってねなった場合、かぶってもやらしいな思って、ほんでちょっと今ハローワーク行くのちょっと様子見しとるんですよ。この住宅確保金、住宅確保給付金のがね、ちゃんと決まってからと思ってます。で、その、失業手当もね、なんか、第二次補正予算を生んで、その、拡充される言うてね、なんか、伸びるらしいですわ。はい。だからそれも、まあ、今、ハローワークに、行ったとしても、遡ってこの拡充される分はいけると思うんですけど、まあ、それもちゃんと決まってからの方がええかな思ってね。でまあちょっと様子見、余裕かましてるわけちゃう、ゆとりなわけちゃうんやけど、ちょっと様子見してます。そんな感じで住宅確保給付金がまあある程度決まって、その拡充されるどうのこうの、失業手当が拡充されるどうのこうのが決まってから申請しに行こうかなと
思っております。で申請してから3ヶ月ぐらいねんけどね、また長い、昨日長い話なんですけど、まあええかなと、はい、そんな感じでございます。はい、いつもありがとうございます。そういうことで、まだ行っておりません。はい、失礼します。以上、総代。